サテライトヤングは日本の3人組音楽ユニットである。2013年に慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスで学士だった草野恵美と博士のベルメゾン関根によって結成された。2012年東映 F 主義コメディシリーズの魔法少女中華なパイパイを見て感銘を受けた草野恵美が知人の紹介で電子音楽に詳しく同大学の博士課程である。 ベルメゾン関根と出会う。その1年後の2013年、草野恵美が、ジャック同士の歌詞とメロディーを思いつきで、アカペラ音源を送り、曲が完成し、ユニットを結成する。2014年、ファーストシングル、ジャック同士で、インディーズデビュー。2015年、メディアテクノロジスト、テレヒデオが加入。2015年9月に、オールアバウト、今聴くべき。 テクノポップアーティストグループ厳選8に選出される。2015年により、北米シンスウェーブ、レトロウェーブシーンと連携。アメリカの音楽レーベルフューチャーシティレイコーズより、ディビジュアルハート配信開始する。2015年12月スウェーデンのアニメ、先輩クラブの主題歌を提供。2016年2月映画、コングフューリーのサウンドプロデュースで知られる。 スウェーデン出身のミッチ・マーダーとスナイパー・ルージュを発表。フリーダウンロード配信を開始する。2017年3月、世界最大規模の音楽フェスティバル、サウス・バイ・サウス・ウエストに出演2017年3月、ディープ・ラーニングを駆使したミュージックビデオ、リビジュアル・ハート公開。2016年8月テレビ朝日、セキジャム完全、燃焼にて、電波組。 インクの音楽プロデューサーである、福島舞子に紹介され地上波でデビュー。音楽界のクセモ者が本気で先行次来るアーティスト10組に選出される。伊藤成功、古田新たに、セルフプロデュース力の高さを大絶賛される。2016年9月フジテレビ、目覚ましテレビの、見たもんチェックのコーナーにて紹介される。さて、ヤンという略称が与えられ。 ヤフーの検索急上昇ワードに8位に現れる。2017年11月アニソンゲーソンとクラブミュージックを融合させたイベントリアニメーションに出演。2018年3月先輩クラブのクリエイターエリック・ブラッド・フォード氏によってアニメ化される。2018年11月アドビプレミアラッシュの CM ソングとしてモーメント・イン・スロー・モーションが起用され。 草の笑みが出演サテライトヤングケッシュ政治に掲げたコンセプトは、日本の 80S アイドル歌謡を、ただのリバイバルではなく、ずっと途切れることなく継承され、進化してきたジャズやロックのように、一つのジャンルとして普遍化、進化させるということだった。ベルメゾン関根は、幼少期は父親に 80S 洋楽を聴かされて育ち、ヤンハマー、ジャーニー、クスコなどに大きく影響された。 渡辺町子のフォグランプというアルバムを聴いて日本の歌謡曲に興味を持ち始めアレンジャーだった船山本木ながりで土屋香織やウィンクなど80年代アイドルに興味を持ち始めた南野陽子の楽園のドアや松田聖子のアルバムザナインスウェーブを聴いてこんな素晴らしい音楽が夏メロのレッテルを貼られて 過去の遺物扱いになっていることに憤りを感じ、その思いがサテライトヤングを始めるきっかけになったという。レトロなメロディーとは裏腹に、歌詞は現代のテクノロジー社会に関しての違和感を歌っていることが大半である。ファーストシングル、ジャック同士はツイッターの CEO、ジャック同士ーーをもじっている。フェイクメモリーは情報型が生む偽装の記憶についてブレイク。 ブレイク、ティック、タクに関しては、ソニータイマーをアップル製品にかけて歌っている。他にも小説家の平野慶一郎が提唱した、文人主義や、ディビジュアルハート、AL スレノディでは、人工知能との恋について歌っている。モーデン・ロマスは、アメリカ人コメディアンアジズ・アン・サリチョの同盟のエッセイ本からインスパイアされ、ティンダー時代の恋を歌っている。電波組。 インクプロデューサーである福島舞子は80年代を徹底していながら歌詞に SNS などの現代のワードを取り入れ新しい音楽に進化させていますと大絶賛。現代美術家の戸田信道は宇宙からやってきたがたれと称賛しており、名和電希望年会でもコラボパフォーマンスをしている。 ジャック同士、ジャック同士、ジャック同士、ジャック同士。フェイクメモリー、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 クー、クブレイク、ブレイク、チック、タック、ブレイク、ブレイク、チック、タック、ブレイク,ク,ク,ク、チック、タック、ギーケボーイフレンドギーケボーイフレンドギーケボーイフレンド、ディビジュアルハート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 ディビジュアル、ハートディビジュアルハートサテライトヤングフィーチャリング、ミッチマーダー。 スナイパールージュスナイパールージュモダンロマンス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 サンフランソキオガール EP サンフランソキオガール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 未来の80年代からやってきた時空を歪めるサテライトヤングファーストアルバム回遊ハット AB80 年代をギークにするサテライトヤングオールアバウト今聞くべき テクノポップアーティストグループ厳選8オールアバウトハットサテライトヤングを理解するためのレトロウェーブ解説四田広明の音楽世界旅行共産テクノ部ハット先輩クラブエピソード3パートに YouTube ハット懐かしの歌謡ポップスサテライトヤングが新曲をフリー配信回遊ハットサテライトヤング SXSW 平成生まれが作る憧れの80年代無名のユニットが アメリカの音楽フェスに呼ばれるまで、バズフィードジャパン、草の恵美ツイッターハット、北欧発の謎アニメ、先輩クラブ新作は、SF、サテライトヤングが主人公に、k a i y o u n e t ポップイズヒア。2018年4月9日閲覧。AAB ネオ東京、歌謡曲を SXSW でとどろかした。デトロフューチャーに見せられた、草の恵美のバックボーン。 ビ e インスパイアード ABCDE ネオ 80S アイドル化用のパイオニアサテライトヤング解体新書チューンコはハットサテライトヤング新旧テクノロジー入り乱れるモダンロマンスメガボルトナタリージャパニーズ化用エレクトロユニットサテライトヤングがファーストアルバムから最先端の映像技術を駆使したリビジュアルハートのメガボルトを公開インジアネイティブありがとうございます